キャニメインフォメーション、ここからはですねキャニメの情報を大雑把にお知らせしてまいります。情報をお知らせしてくれるのはポニーキャニオンさんがプロデュースする声優アーティストスクールビーズボイスアーティストスクールの生徒さんです。はい、今回担当してくださるのはこの方です。皆さんこんにちは、ビーズボイスアーティストスクールエキスパートコース生の鈴木まどかです。イエイ、お願いします。よろしくお願いいたします。鈴木まどかさん、はい、よければぜひ自己紹介をお願いいたします。はい、精神年齢37歳、でも実年齢は20歳の鈴木まどかです。何どういうこと、正しいぞ。ちょっとなんかよくなんか落ち着いてるねって言われてたんで、それで診断をちょっとやってみたんですよ。でネットでちょっとやってみたらこう37歳って出て、精神年齢がなんか荒波を乗り越えた、なんかなんかあなたはすごいですみたいな。あ、もうじゃあもう世間の荒波をもう数々くぐり抜けてきた性格をお持ちなんですね。そうですね、なんか乗り越えてたんです、気づいたら。あれなんですか、なんかこうじゃあ20歳にもなられたということで、はい、なんかお酒なんて飲んでみました。そうですね、ちょうど2ヶ月3ヶ月前になったんですけど、それで飲み始めました。どうですか、どんなお酒がお好きなんですか。まだお家でしか飲んでないんですけど、ほろ酔いですか。ほろ酔いですね。あ、ほろ酔いです、ほんとほろ酔いです。正解でちょっと、はい、ふぐ酒とかじゃないんですね。全然全然いや、なんかほら精神年齢が37っていうから、ちょっとそういう古風なあれがではないです。あそこはほろ酔いなんですね。まだまだちょっともうベイビーな感じの。あ、いや美味しいですね。なんかあれなんです、なんか精神年齢37歳っぽいエピソードみたいなってなんかあります。なんだろう、大体なんかみんなはタピオカ行くけど私はもう全然カニしゃぶよみたいな。なんか面白い。なんだ、なんか家でなんか電話かかってきて出た時に、大体お母さんですかって言われます。あー、なるほどね、はい、落ち着いてるんですねやっぱり。そうですね、なんかどうします、地球滅亡した時。なんかもういっそ現実逃避するために寝てようかなって思いました、あー落ち着いてますね。もう怖すぎるんで、もう目覚めないようにと思って。あ、もう寝てる前に気づいたらもう亡くなりにみたいなパターンで。あー、なんか確かにこう言葉の節々からちょっと落ち着いてる雰囲気が。そうですね、出ますか、出てます、ちょっとね感じられますね。あ、ちなみになんか趣味など特技ございますか。あ、趣味はそうですね、なんかサンリオ系が好きで、あらあらあら、ポムポムプリンとか好きなんですけど、ポムポムプリン、すごい、すぐ突発的にもうサンリオピューロランド行ってグッズバーって爆買いして帰るみたいなことをよくしてます。どういうところがお好きなんですか。なんだろう、なんか最初はサンリオキャラクターってあんま好きじゃなかったんですけど、ちょっと中学生の時にそのピューロランドに行って、それでポムポムプリンを見た時に、なんかすごい急にときめきを感じて、なんかいい、なんだろうって、あのぷくってした感じの、そうです、体と、そうです、でなんかこうすぐ短い手足で頑張って踊ってるんですよ。それがめちゃめちゃ可愛くて、キュンキュン、そうです、もうなんか杖、もう胸をいいですね。その点に関してはもう、ちゃんと二十歳なんですね。そこちゃんと二十歳でした。ちゃんと二十歳でしたね。いやいや、ということでちょっと気になる点もいっぱいあるんですけど、特技声真似とございますよ。はい、どんな声真似なさるんですか。そうですね、なんかポケモンとか、あらそれこそサンリオキャラクターも、え、じゃあポムポムプリンお願いしようかな。ポムポムプリンの声ってどんな感じでした。あります あるんだってよ、聞きたいです。お願いします、はい、ポムポムプリンの声でいきます。プリンぼよって感じです。こんな声なんですね。そう、結構知らない人が多いんですけど、こんな感じなんですよ。全然僕も知らなかった。キティちゃんしか声わかんないです。え、逆にキティちゃんちょっとわかんないな俺。え、リンゴここは全然似てないわ。キティちゃんそんな白目向かない。そんな白目向いてない。白目向いてましたか。そんな白目向かないでしょ。恥ずかしい。ちょっとキティちゃんお願いしてもいいですか。ハローキティのポップコーンの機械でちょっとやらせていただきます。お願いします。キティ、焼きたてのポップコーンはいかが。キティはみんなの焼きたてのポップコーンはいかが。ワンパックいじわる赤りんぼの優しい君はいい子だな。生まれて優しくなった。こんな感じですね。ノエルになっちゃった。いいですね。そのポップコーンの機械わかります。わかるんだ。よかった、青森にありました。青森の島村にありました。ベースあるんですよ。いいですね。なんか俺ごめんなさい、本当疎くて恐縮なんですけども、なんかそんな感じだって、なんか俺はすごい似てるって気になってきたから、その
ちゃん気度のリアクションでさ、似てるんだな。いや、さすがでいらっしゃいますよ。よかったです。さあ、ということで、この番組はですね、ゲスト様にですね、ちょっとした本当簡単な無茶ぶりをいたしまして、それに答えていただきながらインフォメーションを読んでいただくと、そういった趣旨でお届けしているわけでございますので、ちょっと簡単な無茶ぶりをさせていただいてもよろしいですか？大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、ポップコーンになりきりながら告知をしていただきたいと思います。今日ポップコーンで、ポップコーン、キティちゃんが焼いている、そのポップコーンの方になってみましょうか。ポップ、あ、精神年齢四十のポップコーン、ポップコーンになってみます。全然食べられてない、ごめんなさい、本当簡単な無茶ぶりで恐縮ですが、四十で、キティさんにこう焼かれてるポップコーンで、そうで、なんかいられてると言いますか、こう弾けて、ポップコーンタッチでも構いません、その弾けていく感じっていうんですか、冬のポップコーンって、もう多分倉庫に40年眠ったポップコーンをやっとキティちゃんが出してきて、 あなたたちも今からポップコーンにしてあげるわって言って、こう、そういう、そういう感じでお願いいたします。なるほど、はい、はい、分かりました、お願いします、はい。それでは本日の無茶ぶり、鈴木さんにはポップコーンになりきってお届けしていただきたいと思います。それではお願いいたします、どうぞ。8月21日ロビー8第5-6アクシナルクされてる、ブルーレイ &DVD 大再開がいよいよ発売となります。キティさん、ちょっと熱い、ちょっと焼き立てのポップコーンはいかが。今回のジャケットの絵柄は6話のネマミニュー、ネミミニューうなぎに登場した浜松つーからの書き下ろしジャケットです。ビンビン、ケンコスリビューのめきめき水着使ってお祭り当てかってたちの姿とダメ映像でお楽しみいただきます。特典にはオーディオコメンタリー、とりあえず出演した時のわからない疑問を聞いてみようや、ブクレット民のしおりさんなどなど盛りだくさんです。ビンビンビン、さらに県に向けて特典はドラマシリーズ3、縁は稲荷物、稲物、お品物がついてきます。ぜひこの回お買い求めくださいませ。詳しくはポニーキャニオンキャニメのサイトにてご確認ください。はい、オッケー。いや、いい、ポップコーン感じました。ちょっと弾けさせました。弾けましたね。あれは、これずっと弾けてる感じなんですか、それとも、僕はもう、なんですか、もう豪華に焼かれもう、こういられている感じのこの熱い熱いっていう雰囲気なのかどうか、さまざま想像が膨らみ、うん、確かに。でもなんか最後はちゃんとこうパーンと弾けた後にこう、食べられていく雰囲気まで感じられて、そうですね、ちょっとこれから食べられるんだねってちょっと悲しさをちょっと持ちながら、ちょっと切なさが、哀愁がございましたね、はい、やっと料理されたっていうちょっと嬉しさで、ちょっとあって感じの、満たされた感じの。いい、どうでしたか、やってみて。あー、なんかなんだろう、ポップコーンってこんな感じかなって、ポップコーンの気持ちをちょっと初めて理解できました。あー、いいと思います。いいと思いますポップコーン、いいですか、記憶に出たらポップコーンの気持ちが分かりましたって言われて面白い、実感できました。 いいと思います。なんかいいものを聞かせていただきました。ありがとうございます。さあ、ということで、今後また、今度はまた別のスタジオでもお会いできるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということで、改めまして、本日は鈴木まどかさんでございました。以上、キャニメインフォメーションでした。